はい、こんにちは、佐藤です。はい、こんにちは、アイです。はい、えっ、ー、と、しょっぱなから、あれ、引っかかりましたけど。うんうん、噛みましたね。噛みました <laughs> えっと、今回は、えー、今回もね、あのーはい、イハさんとあの一緒にコンテンツを撮っていきたいんですけども、はい、あのー、今回のテーマなんですけど、うん、あの結構その、うん僕たちがその女の子とね、遊んだりとか、合コンしたいとかするときに、あのー まず簡単に言うと、イケメンってすごいモテますよね。イケメンモテますね。イケメンがなんか先に女子モテちゃうとか、女子の興味をかっさらうっていう感じじゃないですか。で、イケメンって、この日本で、どっちかと少ないですよね。少ないですね。で、そうでない方、普通だったり、もしくはブサメンだったり、する方が多いじゃないですか。なんで今回ちょっとイケメンの定義っていうかね、イケメンは何がいいのか、何がメリットがあって何がデメリットがあるのか、 うん、じゃあ、あの、僕たちは、あの、普通のね、うんうん、もしくは、普通じゃない、うん、普通じゃないって言ったらおかしいけど、<laughs> あの、まあ、個性的な顔だったりね、うん、そう,うのが何がいけないのか、はい、じゃあどういうふうにやればいいのかっていうことを話していきたいんで、うんはい、イケメンの定義について、話していきたいと思います。ちょっとで興味深いんですけど、うん、あの、例えば、イケメンで一番最初に僕の中でイメージが出てくるのが、うんうん、福山雅治さんなんですけど、うん さんは誰かいます、まあ、木村拓哉とかですかね。あ木村拓哉さん、そうですね。はいまあ、でも、その2人、大体、イケメンランキング、大体1位とか2位ですよね。1>, 1位とか2位じゃないですかね。はい、よ,よく出る、まあ、一般的によく出るイケメンとやると、木村拓哉かなとか、福山雅治かなっていうのは、結構みんなあの、当たり前なんじゃないですかね。まあ、そうですね、まあ,あの、一般的かもしれない。一般的に言うと、まあ、それはもちろん嫌な人は嫌でしょうけど、うんうん、まあ、多いですよね。多いですね好きな人が多いっていうか。うん で、まあもちろん新しいその俳優さんとかも出てき、だんだん出てきてるで。だんだんね、はい。で,ですけど、まあ、認知度と言えばね、認知度でイケメンがあって、認知度があるっていうような感じで言えば、まあ福山サルさんと木村拓哉さんとか、そういう感じですよね。うん、そんな感じですよね。うん。で、その、じゃ彼らがなぜそのイケメンと言われるのか。で、いうのはまあ、顔の作りですよね。うん。わ、うん、かりやすく言えば。はいで。顔の作りが簡単に言うと平均的なんですよね。うんうん。 平均的。バランスがいいってことですかね。そう、バランスがいい。左右が対象気味だったり、あの、形がね、すべての配置が、黄金比の中に入ってるとかね、言われます。はい、言われますね。で、まあみんながこういいなと思うじゃないですか。はい、思いますね。これ事実ですよね。事実で事実です。多分みんなイケメンになりたいか、ブサイメンになりたいかで、ブサメンを意図的に選ぶ人多分いないと思うんですよね。いないですよね。どっちか選ぶとしたら。そう。で、なぜそんなことが起こるのかっていうことなんですよ。で、あの、 まあ、イケメン、イケメンはイコール万人に受ける。はい。万人に受けるっていうことは、あのー、うん、みんなが好む顔なんですよね。うん。うんうんうん、でも逆に言うと、あのー、うん、あまり印象残らないですよ。はい。平均的だから。平均的だからですよね。うん。そう。でも、例えばすごい強烈な個性の顔の人いますよね。例えば、何でもいいです浅 <laughs> 原翔子さんでもいいです浅 <laughs> <laughs> 原昌光さん <laughs> <laughs> いい。そうですねあ。例えば、あのー、南海賢で山ちゃんとか。 ああ、山ちゃんね。あとは、フットボールアワーの岩尾とか。あ,あ,あと、最近だと、トレンディエンジンの斎藤さんとか。斎藤さんとか。斎、ま、藤、あ、さんでもまだイケメンな方じゃなあ、そうか、まだそうですね。あの、ちょっとハげてるだけですもんね。ハげてるだけで。はい。多分あれは、だから、ハげたことによって黄金比のバランスが崩れたんですよね。うん。あと、悔しいですっていう人いるじゃないですか。ああ、えっ、ー、と、名前忘れました、ね。ザブングル、ザブングル。はいはい、はい。あの人がもう強烈ですよね。強烈ですね。<laughs> 本当に。<laughs> で、あの、強烈な顔の人 あの、ご笑いにいるような。一回見たら忘れないじゃないですか忘れないですね。確かに最初は、うわと思うんですけど、はい。見てるうちに慣れてきますよね。慣れてきます、慣れてきます。慣れてくると、その顔が見たくなるんですよ。うん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 。わかりますすごいわかります、それ。わかりますよね。はい。確かに生理的に受け付けない人もいます。いますね。つまり、うん。嫌われる時には、思いっきり意味嫌われるんですよ。はい。でも、好かれる時には、下手するとイケメンよりも好かれるんですね。好かれるんですよね。うん、そう。ここに注目しないといけない。そうなんですよ。 つまり、実はその顔って個性なんですよね、自分って。本当一番わかりやすい。で、これをまず嫌だって言ってる時点で、そもそも持てないんですよ。持てないですね。自分の顔嫌だな、気持ちはわかりますよ。わかるんだけど、実はそれが最大の自分の武器なんだっていうことに気づかなきゃいけない。つまり、親に感謝しなきゃいけない。生まれ持った自分の顔に、実は感謝すると一番、あの、早いんですよ。っていうのがね。そうですね。 それはま、町の自慢するとかね。そういうんじゃなくてね。<laughs> <laughs> 自慢したりしても意味ないんで。はい、でも、あの、これ、みんな、これ、聞いて感じると思うんですよ。はい、あのあ確かに、あの、すごい強烈な顔の人って、はい、とかなると怖い顔いるじゃないですか。いますいますね。僕とかも怖い、怖いって言われるんですけど。いや、役座系ですよね。ザ系とか言われるんですけど。はい。あの結構怖もての人って優しい人多いんですよ。うん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 。はい。で、それなんでかっていうと、あの、多分ね、あの、 顔が怖いから優しくしようっていう気持ちもちょっとあるかもしれないですよ。ああ、なるほど。あるかもしれないんですけど、基本的に人間は相当変わんないんで、あの、そんなにね、他の人と比べてすごい優しいわけではないんですよ。うん、でも、顔が怖い分優しく見える。うんうん、なおさらね。はい。もちろん、本人も普通の一人はちょっと優しいのかもしれないし、うん、あると思うんですけど、それもよ,よく見えるんですよね。 あとは、やっぱり顔が怖い人って、先入観でこの人怖い人ってお、なんか本能的に思っちゃうんで。思っちゃうからね。なんか普通の人がちょっとした親切みたいなのですら、この人いい人って感じやすいのはありますよね。逆ギ,ギャップみたいなね。はい。コントラスト効果みたいな。コントラスト効果ありますよね。そう。<laughs> コントラストに見えるんで、そうなるし、はい、まあもちろん、ちょっとはね、他の人よりは優しいかもしれない。はい、うん。いろんな苦労してるからね、怖いかもしれない。そうですね。 うん。いろんな人に敷げられたりとか。<laughs> <laughs> 怖い、と怖い人,とか,怖い人から。そう、気づいてるからね。はい。気づいてる人っていうのはやっぱその人の痛みも痛みがね、わかりますからね。あるから、その分ちょっと優しくなってきてるのかもしれない。で、僕もやっぱ経験上やっぱ怖い顔の人って優しい人が多いんで、はい。積極的にこう話しかけるようにしてるんですけど、うんうんあのイケメンでね、こう、すごく笑顔で爽やかで、こんにちはって言ってくる人ほど信用できない時もあるんでね。そうですね。まあ全てはそうじゃないですよ。はい、全てではないですけど。てではないですけど。うん。まあでも、傾向はあるから。傾向はある。 だから、あの、これ、男も女も関係なく、まあ恋愛もそうですけど、はい、あの、僕たちよく言ってるのは、レアな男の方がモてるよって言ってるないですか。うん、はい、はい、はい。レアな男。そうですね。まあゲームと同じですね。レアアイテムの方がやっぱ価値が高いですよね。高いですよね。高いです,すごい高いですで。やっぱ女性なんか特に限定ものとかワンオフとかに弱いんで、あの、レアなものほど実は好きなんですよね。うん、本能的に。で、考えてほしいんですけど、イケメンって、まあ確かにイケメンっていう少ないんでね。はい、そういう意味ではレアですよね。レアですね。レア。だけど、 イケメンっていうくくりで言ったら、うん、結構多,い多くないで,多いです多いです、多いです。人数は多いと思いますね。人数多いですよね。うん、だけど、あの意外とそのイケメンって結構イケメンでくくられちゃうんですよ。イケメンだよね、うんうん、みたいな。うんうんうん でも、例えば、個性的な顔の人って、ブサメンじゃくくれないんですよ。そうですね。そうですね。ブサイクってわけでもないんだよな、みたいな。ないです、そういうの。ザブングルはブサイクって言えるのかどうか分かんないですけど。まあまあ、でも、あんまりブサイクキャラってイメージはないですよね。ないですよね。どっちかというとフットボールーの岩尾とか。あ、岩尾ブサイク。多分、あれはでもキャラにしてるから余計にそういう風な見方になると思うんですけど、そのザブングルとかはなんか、なんか、顔というよりはそのギャグに焦点が当たってるじゃないですか。当たってるからね。悔しいです、みたいな。 だからブサイクっていう国にあんまりないんじゃないですかならないんじゃないですかねですよねだから個性的な顔っていうのはある意味レアですよねレアですねレアですね要は見せ方だと思うんですよ結局結局その顔も個性も唯一無二だっていうことを知ってほしいんですよあなたのこれ聞いてるね人の僕たちもそうですけど顔とか性格とかね個性ってありますよねありますこれっていうのは実は同じ人はいないんですよね 似てる人いるかもしれないですよ。世界に3人顔が似てる人いるって言うんですけど。いるかもしれないんですけど、そこにじゃああなたの性格、同じ人がいますかって言ったらいないですよね。いないですね。つまり自分、あなた自身というのはすごい、世界に1人しかいない。そうですね。なんでこれオンリーワンですよね。これドレアじゃないです。激レアっていうか。激レアですね。激レアアイテムですよね。はい。これをなぜ使わないのかっていうことだと。そうですね。なんかみんなそのターザンとか見て、あの、みんながやってることを真似してね。真似してね。 いかに平均化しよう。まあ、美容整形って全部平均化じゃないですか。うん、そうですね。美容整形は同じような顔になるんですね。なんでかっていうとあの、平均的な顔がイケメンだからね。うん、それで果たしていいのかっていうことですよ。そうですね。まあ、わざわざ、だからみんなあれなんですよね。自分の個性を見ずに、周りと比較して、うん、そ,その平均を信頼して、そっちに寄っていってるから、うん、寄ってっちゃうんですどんどん個性を失ってるっていうこの事実に気づいてないんですよね。うん、比較をまずやめ,るやめる。そうですね。比較をやめる。うん、比較っていうのは、あの、 自分が、結局そのなんか自分がよりできるときはすごいこう、うん、なんていうのかな、テンション上がるんですけど、はい、あの多くの場合、周りの方がなんか、うん、ねこ、この人はあれができて、この人はあれができて、この人はあれできて、すごいな、みんなみん、いろんなことができてって思うけど、うん、自分は何もできないと思っちゃ、思い込んんで思い込みますね。うん。これがアウトなんですよ。はい。うん。だから、あの、前も言ったと思うんですけど、 内面を見るとね、その自分の本当の進化っていうのは分かるんですけど、うん、今回はまあイケメンの定義なんであんまりこう触れないんですけど、はい、外見の話なんでね。うん、だからその個性を、うん、武器に使うってことです。うん、そうですね。今まではネガティブに受け入れたかもしれないですけど、うん、あの、ちょっとね、ここの、うん、今の時期だけでいいんで、ね、これを聞いたタイミングでいいんで、うん、あの、もしかして武器になるかもしれないってい、一回考えをかちょっと変えてほしいんですね。はい。もうず,ずらしてほしいとか、シフトしてほしい。そうですね。あの、もしかして俺は、あの、 うんまあ、もし、サイクな人がいてね。うん、もしかして俺は持てないかもしれないけど、持て、うん、ないってことはイコール、強烈なファンがいるかもしれないと思ってほしいですよ。万人受けはしないかもしれない。うん、万人受けしないってことは、確かに嫌いな人もいるかもしれない。はい、俺のファンが嫌いな人もいるかもしれない。うん、ってことは、嫌いな人がいるっていうことはイコール、その、対極にある、超好きな人がいるわけです、ねうん、そうですね。<laughs> めちゃくちゃ好きになる人がいるっていう。<laughs> そこを見てほしいんですよ。はい。で、今全、全世界の人口は70億ですよね。70億ですね。 七十億人の中の半分が約、じゃあ、女性としますよね。はい。35億人。35億ね。はい。35億人の女性に、すべてに嫌われる人間っていないんですよ。いない。うん、そうですね。か無理、無理、無理なんですね。無理。あ、会えないですよね。会えないですよ。うん。あの、僕たちこう、ビジネスやってますけど、商品、全く買ってもらえない商品を作るって難しくないですよね。難しいです。難しいです。難しいです。誰も買ってくれないですよ。難しいですよ。ね。結構あの、あの、馬鹿にしてるの例えばじゃあ、あの、うんこ製造機とか。はいはい。 ちょっとしますよね。でも、売れるんですよ。あの、農家とかに売れます。農家とかにね。肥料肥料としてね。そう、作れるからね。あと、うんこ好きな人いるじゃないですか、トロマニカ。あ、りますね。喜んで買いますよ、じ買いますね。そうと思うじゃないですか。売れない商品が作れねえと思うじゃないですか。そう。不利なんですよ、売れない商品を作るのは。そうですね。ね。同じで、人人も、はっきり言って持てない人は作れないんですよね。うんうんうん。 に言えばそうですね、そ,<う>その話でいくと、本当、ちゃんとそういう自分の個性みたいなものを出していけば、持てないっていうことはありえないんですよ。そうなんです。個性って実はひか光るコンセプトなんですよ。コンセプトそうなんです。それをただ見,見,ず見ないようにしてたりとか、こうあるのに気づかないってだけなんですよ。蓋をして逃げてるだけで、ね。そうです、そうです、そうです。ネガティブな部分ばっかり見てるから、ね。うんうん、ネガティブな部分があるってことは、対極にポジすごいポジティブな部分があるよね。気づかなきゃいけない。うん、変な相対性理論じゃないけど、実はそ同じなんですよ。うんうん 変な話、うん、一度見たら忘れないほどのブサメンって今いるとしますよね。あはいはい、一度見たら忘れないってことは、うん、意識しちゃいますよね。意識します、意識します。もう一回見たくならないですそうですね。<laughs> なりますよね。なります。もう一度会いたくなるんですよ。そうですね。なんでそこに気づかないのかなと思うそうですね。だから、そこまで強烈なあの相手の,その脳にね、印象付けされる個性があるということは、その出方、場所を考えれば、ものすごい光る素材だってことなんですよ。 そう生きる場所にいないだけなんですね。いないだけなんですよ。だって、あのー今、今でこそね、もうお茶の間の当たり前の,あのマツコ・デラックスいるじゃないですか。いますね。僕、あれ、初めて見たときに、なんだこの化け物はと思ったん <laughs> 思いました、僕。本当に思って、ええー、と思って。しかも,も<う>男で女の格好して、より気持ち悪いち悪い <laughs> <laughs> た。ただただ、あのー、もう、あのーテレ、テレビのね、あのー、メディアには、もう必要不可欠な人材になってるじゃないですか、今。 なんだろうあの、なんていうのかなうるうるさいじゃないですかなんか言うことうるうるさいし、きつい、いいことね。きついですしね。あともう、やっぱ不気味ですよね。そ,それがいいんですよねそれがいいんで、だからそれが個性で。だし、僕正直き、きすごい好きなんですよ。いや僕も大好きですね、まあ。マツコ・でラッス大好きで。大好き、ね、友達になりたいぐらい好きなんですけど、やっぱりこう、あれもちゃんとこう自分の中でいろいろね、あの、本人は、こう、私は化け物だからとか、こう自分気持ち悪いとか、すごい分かってるんですよ。分かってます。でもそれを、この、まあ、 あ,のああいう場所でこう晒してあの喋ったりとかこう的を置いた、ね、あの発言をすることで共感、まあ、を呼んでるんですよねすごいで自分の強い部分と弱い部分をちゃんと分かった上でちゃんとあのポジションで生きてるからいまだに残り続けてるっていうだからテレビの世界でも当たり前にも,もちろんそうやって起こってることだから日常でも誰でもあのどんな弱点とか不利でも武器になるってことなんですよ うん、<は>やりますね。要はね。うん、なるまあその時に、あの、あのー、まあ、マスコ・デラックスさんのとかもそうですし、まあ、芸人さんがなぜこれを受けるのかっていうのの話も同じなんですけど、うんうん、あのー、芸人さんって結構その、あのー、なんだ破天荒って言いますよね、破天荒な人って。あ、いますねよよ。吉村とかですか、うん、いや吉村さんはあれ破天荒じゃないですか。<laughs> <laughs> あれは、キャラ破天荒じゃない <laughs> <laughs> あの、あれはただ,ただビビりなんで。そうですね。<laughs> あれもでもね<あ>い,い,いいと思うんですよね。あのあれ自分のねあの本当のビビリの部分を、ま、対局ですよね。そ<う>対局の破天荒のキャラを演じることでかわいいやつっていう。うまいですよね。でもあれ結構結構顔はこ顔濃くてまあイケメンの部類じゃないですかバランスでちょっと飛び出てますけど個性,個性的個性派イケメンか個,個性派イケメンみたいな感じなのでもそこと全くフォーカスを当てずにあの自分の性格とかね そのキャラ、キャラ的な部分をうまく使ったっていうのが、多分すごいよく受けたと思うんですよ。まあ女にだらせないとことかも。だらせないとことか。破天荒じゃないのに。破天荒じゃないのに。破天荒って、その、何かって言うと、あの、実は破天荒の人ってルール知らないんじゃないんですよ。はいはい。ルールを知ってるんですよ。ちゃんとね。うん。世の中のルール分かってるし、バスコディラクサルみたいに自分はこうだして把握してるんですよ。うん。ちゃんと自分を把握してる。はい。 どうやったらいけないのかっていうこともちゃんと把握した上でそこを破るんですよ、あえて。だからその破天荒に見えるんですね。本当に破天荒の人っていうのは破滅する人は別ですよ。破滅する人はもう全くルール無視なんで。だから破天荒はね、ちゃんとルールがある人だと思うんですけど、それがなく、ただ単純に破壊してるふうになると、ただ犯罪者ですよね。犯罪者だ、犯罪者。破天荒っていうのは、その中で、ギリギリのところを攻める。あ、印をギリギリ攻める。ギリギリのね。 ラインを攻めるっていうところが、はい、やっぱ人から見て、おおと思うんですよね。そうですね。それにはルールわからないと、どこがギリギリかわかんないじゃないですか。わからない。やりすぎたらだって引くじゃないですか。引きますよね。単純に、ね、テレビの中で。でもうあれギリギリの面白いなって思えるラインわ分かってるから、ギリギリを攻めて、<う>面白いやつ、破天荒ってなるわけですよね。破天荒も、その吉村さんも、はい、自分の性格が、ね、同じようにこう分かってる,かる、ね、ルールと同じようにね。ね自分の性格が分かってるって、今、アヤさん言われた通りね。はい。 で、そこのギリギリのラインを攻めてるんですよ。そうですね。あの、これ以上はちょっと俺怖いなとか、ギリギリのラインを分かってるんですよ、ちゃんと。そこをちゃんとアピールしてますよね。だから面白いんですよ。面白いですね。僕たちも実はその自分がもっと分かってね、自分がどう、どういった性格で、自分の中のラインはどこま、どこまであるのかっていうことがちゃんと把握できれば、それを自ら破ることも、それでもその中で生活することもできるんですこれが実はその、人から見て魅力的に見える人なんですよね。ここがこう、コントロールできる人って。イケメン って言われる人の、まあ、顔だけじゃなくて、性格まで言及すれば、ここですよね。そうですね。自分をぶち破れる人。が、イケメンだよっていうこと。だから、まず最初に僕たちがやることは、じゃあ、どうすればいいのこれ、じゃあ僕、自分のね、その、あの、個性はすごい、レアなことが分かったし、じゃあ、これから、じゃあ、持てる可能性があるんだなっていうことは分かったと。はい。じゃあ、何をすればいいのか。うん。ただ、まず僕たちがやることっていうのは、自分の個性をすべて受け入れることですよね。認めてね。 認めて受け入れること。だから、そう、そう、そういうことで一番いいのは、まず親に感謝することですよね。<laughs> こうんでくれた親。<laughs> そうですね、そうですね。今は結果が見えないから、まあちょっとそう思えないかもしれないけど、ただ、はい、一人でもなんかも受け入れてくれる人が見つかったりね、したら、なんとなくわかると思うんですよね、言ってること、はいはい、なんか、あの、親がこれをやってくれたからね、こうしてくれたから僕がいるんだなっていう。うん、親がいるから僕がいる。で、僕がその今幸せな親のおかげだよっていう,うに、そこはね、か考えてほしいんですよね、ぜひ。うん。 そんな感じでいいいいいいいしょうかやすごと思ますまず最初にやることは個性を受け入れる。この先は個性を受け入れてね実際結果を出してみて自分の中で変化があったりとか周りの人で変化してきたらね分かるんで「お前最近吹っ切れたよな」とかね「なんか最近明るくなったよね」とか「なんかすごい役に立ってくれるような手伝いとかよくしてくれるよね」とかね「すごい助かってるよ」とか「たまに頼ってもいい」とかね。 あの相談が来たいね、変化が来るんで、やってみてください。いいと思います、うんまあ。あとは僕がちょっとおすすめなの、今ちょっと思いついたのは、はいはい、なんか、ある程度こう、やっぱ書き出すいと思うんですよね。自分の今までやってきたこととか、うん、<の>いいですね。性格とか、キャラクターとか、その周りに言われたこととか、傷ついたこととか、すごいテンション上がったことを書き出してみたら、なんとなくあの、意識化できるじゃないですか、紙に書けきますね。で、その次のステップで、うん、その、うん 紙に書いてあるような個性を持ってる人をテレビの中で探せばいいですよ。芸能人とか、まあ、それか1人じゃいなかったら2、3人合体してみたらいいと思うんですよね。で、なんでこの人たちがうまくいってるのかっていうのを多分分析すれば、うんあ、自分が輝くか、輝き方のヒントが結構見えるんじゃないかなと思うんですよね。 そうやってこう、まず自分の中の、あの、持ってるものを、これは別に一日でやるんじゃなくて、その、時間をかけて作ってもいいと思うんですけど、まあ、性格的な欠点とか、うん、あの性格的なすごい、あの、長所短所を出したりとか、あと、今まで過去をやってきたことだったり、うん、周りから言われて傷ついたことだったり、すごい喜んだことだったりとかを、どんどん書いていけば、うん、なんか、性格こんな人、見た目こんな人とか、顔、ね、顔こういう系に似てる人とか、うん、なんか多分分かってくるんで、 で、あとは、うまくいってる人を探して、モデルに、うん、モデルにするっていう。うん、これをやると結構、より自分の中の持ってるものと、その外で、実際、うまくいってたり、うまくいってない人を照らし合わせて、そういう比較をすることで、より見えてくると思うんですよね。うんうんまあ、確かにあの、あの、真似をするのは早いんですよね。真似って言ってもその、そのまままやるんですけど、その時はね。はい、自分に合う合うならあるじゃないですか。あります、ありますね。 だ会う人、なんか、この人みたいになりたいなとか、うんうん、あの、こういうふうな、あの、同じ考え持ってて自分も共感できるなとかね。 そういう人のやってることを真似するですね。言われた、教えられたことをそのままやってみるとか、やると結構変わりますよね。いや、本当そうだと思う。でも、自分がね、あの、そううこフットボールアーの岩尾みたいな見た目で、性格もすごい似てるのに、キムタクを目指すってちょっとおかしいじゃないですか。無理ですね。難しいです。やめた方がいいですね。やめた方がいいですよね。だから、そうやって結構真似する人多い、多いんですよ。うん。例えば僕、カラオケとか教えてるんですけど、明らかに高い声が出ないのに、なんか、x ジャパン n をうまくなりたいとか、 うん、その結構、肉体的な限界ってやっぱあるんですよね,ありますね、高音とか出すにしても、ある程度は身につくんですけど、うん、やっぱこう、でも難しい領域ってやっぱあ,るし、はい、ありますし、うん、どっちかというと、長渕剛とかの方が声合ってるのに、うん、なんかこう、ハイトーン系の歌詞やりたいとかっておかしいんですよ。 これも自分のね、あの特徴とか、こういうの特徴とかを分かってたりとか、周りにこういうふうなのうまいって言われたりとか、分析したりとかすることで、うん、あ自分こっちに似てるなっていうのが分かってくるから、そこを無視してみんな、なんかこれやりたいってなるから、ずれてくるんですよ、ね、だから比較をやめたほうがいいですよ、やめたほうが,がいいですよ、周りが、例えば、それなんでそういう人を選ぶのって聞いたら、これ、面白いんですけど、昔、僕の友達がなんか、バンプ・オブ・チキン歌ってて、好きな子を口説いて、持ってかれたから、うん、俺もバンプ・オブチキンうまくなりたいとか。 そういう選び方してる人結構いるんですよ。その人が歌ったからよかったんですよね、そうなんですよ、そよ。タイミングでね。で、悔しいから、俺もう、それがうまく、バンプオブチキン、うまく歌えるようになれば、モテるんじゃないかと思ってたりとか、なんかあるんですよね。人ってやっぱその、他人の芝は青く見るじゃないけど、ないものねだりですよね、そうですね、そうですね。ないものねだりっていうのは、しょうがないんですよ、だからそれは、後でもいくらでもできますよね。自分を伸ばしててるじゃないいいものだりはまず一回置と できることから始めるという、ね。そうですね。できることからやるのが一番実はあの最速の道なんですよ。うんうん、自分ができるところをもっと掘り下げていく。結構できるから人ってその飽きるんですよ。できちゃうし、うんうん、こんなことできたって意味ないんじゃないかなって価値を感じないんですけど。でも、できることって実はその人の,あの特性なんですよね。うんうん、合ってるからできるんですよ。うんうん、だからまずできるところから掘り下げていくと、だんだんそれを認めてくれる人が現れるんで、はい、そうなってくると、あのもう、まあ、 敵はいないっていうかね。うん、敵はいないですね。<laughs> 敵はいない。もうライバルいなくなりいなくなり,くなります。はい。そうなんです。同じことできる人いないからね。そうですね。うん、まあ、これ、他人から見ると分かるんですよ。はい。分かりますね。じただ人、自分で見ると、いや、こんなことあ、全然得意なことにも入らないなって思っちゃうのが普通なんで。うん、普通なんですよ。特徴ないなとかね。ないなとかね。思っちゃうんですけど、人から見たら、かなり特徴的なんですよね。そうなんですよね <laughs> そう、うん。そう。そこもやっぱ まあいろいろ聞いてみるってことですよね。そうです。周りに聞いてみたり、思い出してみたり。うん。こんな感じでよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい。で、今回はね、また、あの、あやさんといろいろコーディネで話してきたんですけども、はい。あの、これ聞くだけで満足しないで、ぜひ、ぜひね、その、実践してほしい。そうですね。少しでもいいんで、で、あの、いくつか動画出してると思うんですけど、この中で、まあ、やりやすいところからでいいんで、うん。興味があることとかね。はい。少しずつやってみるっていうことをやってみてください。はい。それでは、よろしいでしょうか。大丈夫です。はい。 じゃあ今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、また次回お願いします。はい、お願いします。